速稼塾の久保です。トランプ政権が終わってバイデンさんになって、そしてドル円の相場っていうのは逆転しましたね。私たちのドル円相場から見ると、トランプさんの時はずっとセルだったんですけども、バイデンさんに代わってずっとバイに行きました。この変わり目で私がの勘が働いたんで、ロスカットを出すことなくね、ずっと利確ができています。しかしですね、ずっと上がり続ける相場はないんですよ。もしかしたらこの上昇トレンドは今この瞬間終わっていくかもしれません。まあ、その辺に関しまして、今日もね、相場解説をしていきます。4月8日朝6時になります。はい、ではデイリーの方からです。デイリーの方で注目するところは、ずっと駆け上がってきたこの上昇相場ですけども、やっぱ高値圏に来るとね、ヘッド&ショルダーやダブルトップっていうのもあるように、大きな下落をする要因がどん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 増えていくんですよね。で、現在のところダブルトップもヘッド&ショルダーも見えてないんですけども、ちょっとね、際どく見るとヘッド&ショルダーの片鱗がこういうふうに見えてないでもないんですよ。ただこのまんま上昇トレンドを書いていく可能性高いんで、あんまり気にはしていないんですけども、ヘッド&ショルダーを書くとしたら書けるんですよね、こういうふうに。そうするとこれは大きな下落でトランプ相場まで戻る可能性があるんですよね。これも忘れないように見ていこうかと思います。高値圏であればあるほど大きな下落の要因が増えていくってことですね。では4時間の方を見ていきましょう。4時間を見ていると、今ですね、こちらのゾーンに絡んで、このね、価格が止まっているところですね。ここですね、横ばいに入りましたよね。横ばいから下落に入って横ばいです。この下落は途中で N を書いてます。で、横ばい入りましたよね。で、この横ばいからですね、また横ばいの後はブレイクなんですよ。下落する可能性が今ね、あるんですよね。下落しても一旦この黄色で止まるでしょうけども、黄色で止まった後またね、もう一回下落を迎えるかもしれません。で、さらにこちらの方に力点がありますよね。こことここを起点にした力点です。ここを突き破ってさらに下に行く可能性があるということですよね。まあ、こういう見方もできればですね、ここから跳ね返ってここを突き破って上昇に戻るという可能性もあります。というところで今判断が難しいところなんですよね。さあ、私たちがエントリーする1時間はどうでしょうか。こちらの以前のゾーンに戻るかなと思ったんですけども、一旦戻りましたね。ここは取れたんですけども、その後もう1回ブレイクして寝てる間ですけどもね、そしてゴーンと下がった後、ここで新しいレンジを作っています。ですので、このレンジをずっと見守りながら、どちらにブレイクするのかっていうところがこれからの争点になります。ですのでね、今一つ待ちの状態に入ると思います。上昇に入った場合は110円の390までは取っていけると思いますけども、下落になった場合はね、しばらく様子を見ないといけないですね。今は上昇相場だというふうに決めて、倍で取るっていうふうなね、形でずっとやってきましたんで、一応ね、倍で取ることだけを見ておこうかと思います。はい、いかがでしょうか。やっぱりね、一辺倒の上昇相場っていうのはどっかで終わりを迎えるんですよね。で、今回終わりを迎えるその予兆が出てるんですよ。ただ上昇を継続する予兆もありますので、半々かなと思います。これが時間を追うに従って半々から6対4とかね、7対3になってきて決断ということになります。場合によっては今週はエントリーするチャンスがないかもしれませんけども、こういうところをしっかり見極めることによって、余計なエントリーをなくして必要なエントリーを見極めることになりますので、重要なトレーニングだと思って今週をしっかりと見ていきましょう。焦る必要はないです。いってらっしゃい。